今から30年以上前、これからはコンピューターと情報の時代だと思い、情報学科に入学しました。しかし実際にはコンピューターにそれほど詳しいわけではなく、数学や物理よりも英語が好きで、英会話のサークルで活動していました。それでコンピューターに人間の言葉が分かるようにできないか興味を持つようになりました。研究を始めた当時は、会話ロボットは SF 映画の世界で、コンピューターで音声を扱うことすら困難でした。それでも何を話しても理解してくれて、応答してくれるものを実現したいと思って研究を続けてきました。研究を開始して10年くらいして、最初の音声認識システムができました。自分の話した音声がテキストになった瞬間の感動は忘れられません。ユリアスというフリーソフトで公開し、会話ロボットなどでも幅広く使われるようになりました。教授になって自分の研究室を立ち上げてからは、講義や会議のようなもっと自然な話し言葉を認識できないかと思いました。その一環で国会審議の会議録作成支援システムに取り組みました。そこでですね、そこで例えば平和主義というのはですね、 90% の認識率を達成し、衆議院のすべての会議で用いられています。今では話し言葉を認識するスマートフォン、スマートスピーカーやロボットが世の中に続々と出現しています。しかし人間のようにスムーズに会話ができるわけではありません。私たちは人間のように自然に相槌を打ったり、話が弾むロボットの実現を目指して研究しています。こんにちは、エリカです。皆さんとおしゃべりできるように頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。